四式中戦車地とは、第二次世界大戦時の大日本帝国陸軍の戦車。1941年の昭和16年度、研究計画により研究が着手され、1942年9月、完全な新規車両として、陸軍兵器行政本部開発方針により、長方針 47mm 戦車砲を搭載する、新中戦車の開発が決定された。これが、 後の4式中戦車の原型である。当初、長方針4 7ト、mm、ル戦車砲搭載として計画された地とは、1943年7月には長方針5 7ト、mm、ル戦車砲搭載に方針を変更。走行に関しても最大走行圧7 5ト、mm、ルと列強各国の中戦車同等基準で製作されることが決定され、開発を開始した。 しかし、開発途上で長方針 57mm 戦車砲及び搭載案は破棄され、さらなる長方針 75mm 戦車砲搭載に変更、決定された。車体は全面溶接であり、中造砲塔の採用という、それまでの国産戦車にない新しい試みも行われた。この中造砲塔は左右側面の装甲板と後面の装甲板を、 別々に鋳造、溶接するものであった。本社の開発の背景には、ノモンハン事件や、第二次大戦での戦訓のみならず、当時の戦車設計における世界の数勢として、ソ連軍、ドイツ軍、アメリカ軍などでより、大口径の手法を搭載した、重装甲の戦車が、次々と開発されているという現実があった。これらの新鋭戦車に対抗すべく、日本においてもよりえ、 武装活重走行の新型中戦車が求められた結果が本社である。4式中戦車の特筆すべき点は、それまでの国産戦車が基本的に不評支援用戦車として開発されたのと異なり、最初から対戦車戦闘を想定して作られた本格的な戦車となったことである。しかしながら運用思想としては単純に敵の戦車が強力であるという思想に基づいたもので、 戦車同士の大規模戦闘を意図したものではない。4式中戦車以前の97式中戦車地派新砲向1式中戦車地へ及び3式中戦車地には、戦局の推移から徐々に対戦車能力が向上されつつあったが、しかしこれらは元が不評支援用戦車である97式中戦車の派生型、発展型に過ぎなかった。 これらの車両は対戦車用に改良する上で、原型の車体の大きさ、搭載しているエンジン出力の限界、走行装置の喧嘩重量制限などから、搭載できる手法や走行圧の強化に限界があった。これは、当時の日本国内のみならず、主戦場であるアジア諸国の一般的な国情においては、貧弱な道路、橋梁、鉄道網など、インフラが、 欧米列強と比べ未発達であり、それに対応するはずの佳境資材や、渡化機材が不足していたからである。日本の戦車設計においては、このような状況下でも運用できるよう、重量の軽減が要求されていた。例えば97式中戦車の要求性能は、渡化機材の量や性能を考慮したものであり、戦後の戦車関係者による改送のような、 湾港や輸送船の積み込み能力の限界ではない。例えば30トン未満の重量物であれば、昭和16年から建造されていた戦時標準船のうち30トンでリックを装備する 1D 型や、また昭和19年に竣工した二等輸送艦などで輸送、可能だった。ただし、トカ機材の場合は99式重門橋は16トンが限界であり、 40トンの重量物に対応した超重門橋を待たなければならなかった。さらに、国力に劣る日本において数少ないリソースは、陸軍と海軍とで接班せねばならない上に、1930年代中期以降の陸軍は、航空戦力の整備、拡張を優先しており、気候部隊を整備するための資本は、さらに乏しかった。したがって、国産戦車は小型な車体、 あるいは装甲や武装に妥協しなければならなかった。しかし本社の設計はこれら既存のインフラの制約に収まることを求められなくなった。本社の計画開始は三式中戦車より早い。これは三式中戦車が本社の戦力化の遅れを埋めるための応急の車両と目されたためである。三式中戦車は既存の一式中戦車に新設計の大型砲塔を搭載したものであり。 陸軍が量産整備できた最後の抽選者となった。また、本社の開発と並行して5式抽選者地理の開発も行われていたが、本社は資源の枯渇及び生産の遅延、地理車は手法の不具合の解決に手間取り、終戦により両方の車両とも量産されなかった。本社のトランスミッションと走行装置は後の61式戦車開発時、 試作車 STA-2 の改善の際に参考にされた三菱重工業マリコ工場記念碑新中戦車の開発が本格的に開始されたのは1942年9月であり、この時点では新中戦車という名称が用いられていた。計画名称は地都である。この時点では新中戦車は 47mm 砲を搭載し、重量は約20トン。 最大走行圧 50mm、最高速度時速 40km であることとされていた。1942年8月26日の主要兵器体系によれば4 7系搭載となっているが、一部中戦車に5 7系を搭載することありと記載されており、この頃から当時開発中であった5 7系の搭載も検討されていたようである。 搭載砲の 47mm 戦車砲は昭和16年度研究計画までは97式中戦車、1式中戦車と同じ1式 47mm 戦車砲であったが昭和17年度研究計画では姿勢総連 47mm 戦車砲を搭載するよう変更された。この姿勢総連 47mm 戦車砲は 一式 47mm 戦車砲に97、四季車最重機関銃を総連の同軸機関銃として組み合わせたもので、1943年6月に計画完了予定であった。この設計内容は1943年7月の兵器研究方針改定により変更された。この変更の背景には、独組戦で投入された両軍の新鋭戦車の分析があった。 ここから、日本陸軍における戦車というものの思想は、不表示化境から対戦車戦闘を重視するものへと変更された。これにより、57mm 砲搭載、全面走行 75mm、重量約25トン、最高速度時速 40km の中戦車と、75mm 砲搭載、重量約35トン、 最高速力時速4 0トルの抽選車の2種が検討された。この前者は4式抽選車地とであり、後者は5式抽選車地理となるものであった。改定の結果、姿勢地と1号車用に新たな長方針5 7ト、mm、ル戦車砲が開発されることになる。これが姿勢5トル7戦車砲新たである。 車体の製作は、三菱重工業マリコ工場が担当した。1944年3月、姿勢 5cm7 戦車方針が完成。合計 57mm48.5 合計、方針全長 2768mm、高低車階マイナス15度プラス20度、全重 543kg で、自動開閉の水平左線を備えた戦車砲であり、 弾量2 7キログラムの砲弾を初速秒速8 1 0ルで言い出した。最大射程は7 5 0 0ルである。試作1号車は1944年5月に完成し、定置試験が開始された。1944年5月29日、姿勢5センチメートル7戦車方針を溶接砲とを持つ姿勢値と1号車に搭載し、89発の射撃試験をした。 砲撃においては、砲塔のリベットが5個緩み、傾斜面での砲塔の旋回操作が困難であった。姿勢5センチメートル7戦車方針は射撃試験、結果の不振や後継威力とも仮想的となる新鋭戦車の走行を貫くものではなかったため、姿勢にとどまり、正式化はされなかった。姿勢値と1号車の搭載した溶接砲塔は2式砲戦車。 恋の宝刀に似ていたとされる。結局、57mm 砲の搭載を前提に、設計された姿勢地と1号車は、試作車1両が作られただけで、正式化されずに終わった。4式中戦車1944年4月、地とに 75mm 級の戦車砲を搭載するように計画が変更され、7月には、地理用に開発されていた姿勢 7cm 半。 戦車砲1945年2月、姿勢7センチメートル半戦車砲2型を搭載した姿勢地と2号車が完成し、3月には相模原や御殿場にて各種試験を開始した。同年7月には千葉陸軍戦車学校において実用試験が行われた。千葉県の三角原因演習場にて運動性能等の実用試験を終了し、 8月中旬には、千葉県か高い海岸において、射撃試験を行う予定だったが、終戦を迎えたため中止された。なお、市政地と2号車が完成した翌月にあたる1945年3月に、陸軍第10技術研究所により、市政大型発動艇の容量図及び所限に関する資料が調整されている。この市政大型発動艇は地と車を海上輸送。 揚陸することを念頭に開発された大型揚陸艇であり、地と車を積載した状態の姿勢大型発動艇の容量図も同資料に記載されている。同資料によれば、この地と車は全備重量 29,500kg となっている。別の資料では、姿勢4式中戦車の重量を29.75トンとしている。姿勢7センチメートル半戦車砲相型。 本社の姿勢 7cm 反戦車砲2型との大きな違いとして、半自動装填装弾機が装着されている姿勢 7cm 反戦車砲は、シナジ編初期において、日本陸軍が旅客したスウェーデンのボフォース製 75mm 降車砲が基礎となっている。日本陸軍ではこれをコピーして、4式 7cm 反降車砲を生産した。地との手法は、 この方針などを流用しつつ、戦車法用に再設計を施し、後座長の短縮等の改良が行われたものである。原型のボフォース成功車法は、ドイツ軍において装備され、高威力を発揮した8.8センチメートルフラック18、36、37のベースともなった優秀な火砲であった。設計は1944年4月に完了、試作は、 大阪陸軍造兵将で行われ2問が7月に完成した。本法は、相談機を装備し、重量のある砲弾を手動で装填せずに、機械力で半自動装填しようとするものであった。しかしながら、相談機能に不良が生じ、この欠点の除去は遅延した。この姿勢7センチメートル半戦車砲の半、自動装填装置を取り外し、平行重りを付加する等の回収を経て、 姿勢 7cm 半戦車砲2型が10月までに完成し実用試験の後姿勢地と2号車に装備されることになった。この戦車砲の開発により従来の相談機付きの方は姿勢 7cm 半戦車砲 I 型として区分された。後に姿勢 7cm 半戦車砲2型は仮正式制定され、 公式 7cm 反戦車砲の正式名称が付与されたと推定される。この姿勢 7cm 反戦車砲2型は、口径 75mm56 口径、方針重量は 1710kg で、閉先は右方へ水平に解放される自動車戦式であり、砲全体の重量は 2221kg に達した。 皇帝社会はマイナス6.5度プラス20度である。多摩種は一式鉄鋼弾及び四式榴弾が予定された。また、姿勢7センチメートル反対戦車自走砲などと弾薬が共用であり四式鉄鋼弾も存在する。1943年6月30日、陸軍軍事審議会において、 兵器行政本部は初速秒速850メートルの75ミリメートル砲弾の走行貫鉄能力は射距離1000メートルで約80ミリメートルと推測しており、その後開発された本砲では1000メートルで75ミリメートルが目標性能とされた。陸上自衛隊幹部学校選手協艦室の所蔵資料であるこの絵第3師団の調整資料。 原油対戦車兵器資材攻力外見表によると、75TA の鉄鋼弾は、射距離1000メートル、貫通高位多圧100ミリメートルとなっている。また、1944から1945年作成と思われる陸軍大学校研究部の資料によると、姿勢75ミリメートル対 TK 法は、一種、射距離300メートル、貫通威力118ミ、mm、リメートル、 一種、射距離400メートル、貫通威力115ミリメートル、一種、射距離500メートル、貫通威力112ミリメートル、二種、射距離300から500メートルの研究未了となっている。1945年4月に陸軍機構本部が刊行した対戦車戦闘の参考法によれば、中高版を対象にした場合の五式7センチメートル反戦車砲の、 装甲間鉄力は、命中角90度だと、射距離100メートルで200ミリメートル、射距離400メートルで180ミリメートル、射距離650メートルで160ミリメートル、射距離1000メートルで140ミリメートル、射距離1600メートルで100ミリメートル、射距離2500メートルで60ミリメートルとなっている。仮想的戦車の中造後半に対する、 有効車距離は M4 中戦車の車体前面上部 65mm で300から 500m、車体前面下部 65mm では 2000m 以上でも貫通マーク、防腐表戦車チャーチルの砲塔前面 100mm や車体前面上部84プラス 13mm では 1500m とされている。なお戦車搭載下方向力外見表の魂は 一式鉄鋼弾で、タングステンクロム鋼の特鋼や、ニッケルクロム鋼の特を繋いし無作薬の4、式鉄鋼弾を使用させた、際の数値は不明である。75TA に該当するものに姿勢 7cm 反対戦車、自走砲などの姿勢 7cm 反対戦車砲がある。これは4式中戦車の姿勢5式 7cm 反戦車砲と、弾薬は共通。 ほぼ同一の方針である。1945年3月9日、富士裾の演習場にて、射撃試験が行われた。この試験では、姿勢4式榴弾22発、3式高射線 A 弾2発を射撃し、撃発装置に不具合が生じた。同月17日から19日にかけ、姿勢5式7センチメートル半戦車砲2型を装備した。 中造砲塔を試作車に搭載し、イラゴ車場にて射撃試験が行われた。一式鉄鋼弾72発、四式榴弾68発を試験した結果は、良好だった。初速は、秒速821メートルないし秒速819メートルである。貫通性能は、参謀本部と教育総幹部が示した、戦車用法によれば、1000メートルにおいて、 M4 戦車の正面を貫通しうるも、命中核の関係上その降参は禁章にして、側面及び背面を攻撃するを要することをしと、されている、おいてする攻撃部位によれば、M4 中戦車の砲塔正面は45度傾斜した 85mm、棒を縦部は 85mm プラス 39mm。 車体正面は45度傾斜した51から6 5ト、mm、ルと想定している。弾薬に関しては65発を搭載、うち35発を車体床下30発を砲塔バスルに収納した。以後、200門整備予定の長方針7 5ト、mm、ル戦車砲は、すべてこの半自動装填装置を持たない、姿勢五式7トル半戦車砲、通型仕様である。なお、 昭和20年度整備計画では250門への増産が予定されており、五式7センチメートル反対戦車砲の整備数が200門を超える場合は、本法に生産能力を転換し、方針を90式や砲のものに代用して300門まで製造する予定が1945年5月14日の平成づくり機密第10号で検討されていた。この時、 三色中戦車にもこの地と用鋳造砲塔を搭載して射撃試験が行われた。これは三色中戦車に地と砲塔を搭載して火力の増強を意図したものであり、地主車体と地と砲塔との組み合わせに問題はなかったが、やはり鋳造砲塔そのものの問題のためか、地主用溶接砲塔に直接姿勢五式7センチメートル半、 戦車砲2型が装備されることになった。副武装としては、車体前面、砲塔右後部に97式車最重機関銃を各一丁備える。戦後撮影されたに式中戦車姿勢地と2号車の鋳造砲塔は、砲塔左面、砲塔右面、砲塔後面と3分割された鋳造部品と砲塔上面及び砲塔前面の平板部品を溶接によって接合し、 組み上げるものであった。ただし、光面中造部品のみは、ボルト締めが用いられた。こうした構造に必要な中造の鋼板を製造するということ自体、日本の成功企業には、不慣れな製法であった。また、砲塔部品の試作時にも、溶けた中鋼が冷えて固まる時に縮むため、中造部品の歪みが発生し、組み立てが困難であった。技術の蓄積の不足により、 成形後に歪んでいる、鋳造部品を、わざわざ切削加工しなければならない事態が生じた。仮想的とされたソ連軍の T-34 や、アメリカ軍の M4 中戦車の砲塔がほぼ一体成形の、鋳造成形であるのと比較すれば、生産性という面でも、日本の鋳造技術力は劣っていた。大型で被大形式に優れた、複雑な形状の部品を一体成形で作る、ことにより、 生産性が高いのが、鋳造成形のメリットだが、姿勢値と2号車の鋳造方等には、その複雑な製造工程により、そのメリットが全くなかった。また、同じ厚さと形状であれば、鋳造後半の対断性能は、圧延後半よりも劣り、同程度の対断性能を発揮するには、鋳造後半は圧延後半よりも厚みを要求された。また、 材質的にも額面通りの防御力を発揮し得たかは疑問が残る。本社の各部装甲圧は、車体全面 75mm、側面25から 35mm、後頭前面 75mm、側面、後面 50mm となっている。最大走行圧 75mm の由来は、独素線の情報から得たキロボルトマイナス1。 重戦車の全面走行を参考にしたとされ、7 5トル野砲に耐えるものであるとも、当時ソ連が使用していた7 6ト、mm、ル球対戦車砲を5 0 0ルで耐えるものだったともされる。本社の数値上の防御力は、列強の重戦車の水準に追いついたが、当初の計画時の予定重量25トンを大きく上回り、姿勢2号車では、 全備重量29.5から30トンとなった。エンジンには三菱が1943年より新規に開発設計を行い、1944年初頭に完成した三菱 AL ディーゼルエンジンを搭載し、この空冷エンジンにより重量約30トンの4、式中戦車を時速40キロメートル以上で走行させた。 本社の車重は25トン以上となることが予想されたため、従来の統制型エンジンで設計すると、気筒数が20頭と多くなり、重く大きくなりすぎた。そこで気筒を大型化、排気量を 37,700cc と増やし、新規開発したものである。特徴としては整備性と冷却効率、信頼性を追求して設計された。三菱 AL のは、h p 1800rpm 軸トルク 200mkg 1100rpm 最低燃料消費率 198g PSH であった。原音と製は、次長、機械化兵器開発史90ページにて、4式 V12 エンジンを、下級機なしで 400hp、下級機をつけた姿勢エンジンを 500hp としている。戦後、アメリカ海軍によって行われた、 日本の軍用ディーゼルエンジン調査報告書によれば、4式中戦車の4式ディーゼルエンジンの項目にて、下級機のブースト圧が320、水銀中ミリメートルの場合、500HP を発揮したとの記載がある。この 500HP エンジンは、地理通型などに搭載するために試作された、下級機付きの4式ディーゼルエンジンの可能性がある。また、同資料では、 アメリカ陸軍が追試験のため本国に4式ディーゼルエンジンを輸送したと記載されているが、その後の消息は不明である。実装試験は、東京都大田区の三菱重工工場、埼玉県大宮、群馬県高崎、長野県小室、山梨県甲府、富士吉田、静岡県御殿場、神奈川、横浜を経て工場へ戻るという工程が組まれた。日間をかけて試験が行われ、 時期は残暑、地形は途中に箱根峠が存在し、相応の負荷のかかる走行内容であったが、結果は差したる故障なく終了した。変速機は前進4段、後進1段で初のシンクロメッシュ方式を採用した。走行装置は国産戦車に従来から使用された優勢歯車式のクラッチブレーキ方式であったが、大重量となったことから、 油圧サーボを導入し、機動性は良好だった。油圧補助もあって、走行レバーは指で軽く握り締める程度でも、洗車砲の引き金を引くような感覚で自由自在に動いたという。他、燃料は400リットルを傾向し、航続距離は250キロメートルである。履帯は幅十五センチメートルのものを使用し、片側天輪七個と上部天輪三個、機動輪、 誘導輪で走行装置を構成した。喧嘩方法は伝統の鶴巻きバネ方式である。調合能力は2.7メートル、塗装能力は深さ1.2メートルである。4式中戦車の縦断面容量ズボン車を含む昭和20年度の対戦車戦闘車両の生産計画は幾度かの改定が行われている。戦車生産を管轄する。 相模陸軍造兵省が1945年3月31日に作成した昭和20年度作業計画表によれば、三菱重工と神戸製鋼所が地と車の生産を担当し、まず1945年8月に五両を三菱にて先行生産、1945年9月から翌年2月までに両社合計で月産25から35両、合計200両を 昭和20年度内に生産する計画となっていた。終戦までに完成した車両は試作車2両であった。文献によっては、三菱の工場で6両が完成したともされる。なお地と量産車には、生産性の悪い鋳造方塔に変えて、五式7センチメートル反戦車砲を装備した、地縫用溶接砲これは、いわゆる三菱原尊図面が、地縫砲塔であることから、 アーマーモデリング誌の記事内で仮説として提示されたものである。日本製功所では、鋳造砲塔の完成品や部品をいくつか試作し、重量単位で資材と設備を確保していた。また、戦車マガジンの記事によれば、イラゴでのテスト時、鋳造の型を作り直さずに手法がうまく操作できるレイアウト変更が検討されており、増加試作者もしくは初期量産者は、既存部品や、 資材の有効活用の点から、鋳造砲塔で進められていたのではないかと推測される。ただし、上述の鋳造砲塔の問題は何ら解決されては、おらず、試作の鋳造砲塔や部品がなくなり次第、地ぬ用溶接砲塔の増圧走行型で生産された可能性がある。三菱原村図面は、鋳造砲塔の試作よりも後のものであり、同時期に、 日本製功所や神戸製鋼所に溶接砲刀用鋼板の製造への協力が求められていたことからも、鋳造鋼板の実用化のめどの立たない、鋳造砲塔は見限られていた可能性が高い。三菱原村図面によれば、地と量産車は、地の用溶接砲等の採用だけでなく、車体形状も、姿勢地と二号車から一新されており、生産性や、 被大軽視の斜面効果が高くなるよう洗練され合理化されている。戦後、アメリカ軍による接収時に本社は五式中戦車と取り違えられた。本社の現存写真には、車体後面部分にタイプ5と書かれている。本社の一両はアバディーン製の欧主権上に送られ調査を受けたが、この後の消息には様々な憶測がなされている。それらの説には、 船で輸送中に嵐にンパンから投棄された朝鮮戦争の鉄不足により溶かされた戦車自体を朝鮮半島に送ったという説まである。しかし、どれも憶測で事実は分かっていない。日本国内に残ったもう一両の本社の行方は知られていなかった。しかし、中日新聞東海本社版の新聞記事1。このうちのキャリアは浅いところに沈んでいたため、戦後間もなく、 スクラップ業者によって解体された。この後、模型メーカーファインモールドや兵器、選手研究家、一部モデラー等の有志が中心となった、呼びかけで、不要調査作業単元の署名が集められた。2012年9月、歴史的資料として、水没位置の特定と、水中写真の撮影を目標とした調査プロジェクトが、始動11月25日には、第一回目の調査が行われ、 水深約15メートルの地点に金属製の物体が沈んでいることが確認された。この後の調査は金属探知機や音波探知機で検出された水中に没している大型の金属製の目標物を専門ダイバーが目視で確認を行うという本格的な探索の開始に移行したが探知機で検出されたすべての大型の金属製の目標物の中に4式中戦車の残骸らしきものは 含まれていないことが、調査プロジェクトは、その後、改めて、水中の泥の中まで、調査可能な水中レーダーを使って、調査を実施し、水中の泥の中に4つの金属の断片と思われる変異点を確認した。しかし、水中レーダーによる解析結果では、これらの変異点にあるとされる金属片は、戦車のような大型の構造物ではなく、比較的小型のものであり、 これらの変異点に4式中戦車が渦漏れている可能性は10%しかないと推測している。これらの調査の詳細は2013年テレビ静岡により制作放送されたドキュメンタリー番組幻の戦車で詳しく紹介された。この番組は第22回 FNS ドキュメンタリー大賞にノミネートされた。シミュレーション逆転 太平洋戦争日本出版社発行の短編漫画集。上田新担当のフィリピン編で3式中戦車と共に投入され、アメリカ軍の M4 中戦車部隊に大打撃を与える。鉄の母標本作に登場する4式中戦車は 90mm 砲を搭載するなど、手法の後継、最高速度など実写とは若干異なる。 日本アパッチ族再武装した日本軍の主力戦車として3式中戦車と共に登場。ウォーサンダー、日本陸軍ツリーの中戦車として試作車が、キツー、量産車が、キ、ツーレートの名称で登場。ワールドオブタンクス日本中戦車、タイプ4キツーとして、量産型が開発可能。開発を進めると、量産型と同じ砲塔を搭載できる。パンツァーフロントビス。 本土決戦を舞台にした架空のマップ、クシラで両者として一両登場する。ありがとうございます。